ああ。おはようございます。高田馬場ゲーセン帝でございます。ポリサムです。ポリサムからやりますよ。今日はポリサムとブリキです。予定表の予定表、イベントカレンダー、の方には、ファイティングウーシューセカンドって書いてありますけど、お亡くなりになりました。入院中です。命の炎は消えてないです。大丈夫です。ウーシューさんが、ちょっと入院してしまったので、代わりにポリサモです。いざ尋常に一本目勝負。というわけでハイパーネオ城64祭り、今日はブリキとポリサムとウーシューじゃない、ブリキだブリキだ、もうダメだ俺、ほんとだってウーシューやってたもん俺結構カッパでやるつもりだったんだけど、カッパはいます、ウーシュー面白いです、はい、本当ウーシュー面白いんだけどな、まあまあポリサム的な楽しさありますよね、というわけで、ポリサムです、ガードしたら死ぬとかはないですけどね、ある意味浮いたら終わるはありますね、はい、さあ、ポリサムからやりますよ、ポリサムとブリキですよ、今日はポリサムとブリキです、あと10分エントリーの方お待ちしております、いざ尋常に一本目勝負。モブ落とし。以上失滅。挑戦者あり。バットリー半蔵ラドス。いざ尋常に一本目勝負。はっはっはい、はい、はっ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 ハッ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 モブ落とし。勝負あり。セ
敗。服部半蔵。発動戦車あり。服部半蔵。服部半蔵。尋常に一本目勝負。はっ。やっ。やっ。どうし一瞬。はっ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 。服部半蔵。ラトス、ラトス、挑戦者あり。服部半蔵。リムル。ラトス、シュラ。いざ、尋常に一本目勝負。半蔵、二本目、勝負。Hmm.
一瞬時間切れ服部半蔵許されよ。服部半蔵ラトツラトツ、いざ尋常に一本目勝負。挑戦者あり。服部半蔵ラトツラトツ、いざ尋常に一本目勝負。時間切れ服部半蔵許されよ。挑戦者あり。服部半蔵岩神源十郎ラトツ修羅、いざ尋常に一本目勝負。Yeah!
騎馬神源十郎3本目勝負はい、お待たせしました。じゃあ組み合わせの方決まりましたんで、のじゃいの方そちらでラストでお願いします。何名だ、15名、ポリサム15人、
エアガイツカメ、ナルサユイ、THR、フツ、ヒグラシ、パルキチ、ユクト、ジョニキ、タケヤン、死にかけ、ガロボー、適当グラ、カナディアンマン、ナルト、初戦、ナルサユイと THR。はい、じゃあやりますか。やりましょう。あー、お腹痛い。今日はあのブリキじゃねえや、ブリキじゃねえや、ウッシュか、ええ、壊れちゃったんで、あの急遽ボリサム大会に変更させていただきます。まあ、木曜日なんで日暮らし君もいるかなという感じでボリサムでいいやみたいな軽いノリで、なのでウッシュの大会は治り次第やりたいと思いますんで、しばらくお待ちください。まあ、ちょっと帝今新作が立て続けに入ってきてます、ええ、今日もスペクトラル VS ジェネレーションダッシュが、ええ、入荷できたので、あ、両芸両芸臭いね、あれ、ええ、両芸臭いね。スペクトラル VS ジェネレーションファン待望の新作 が、ええ、新作がやっと入荷できたんで、はい、ちょっとこれ期待してほしいかなと。帝新作ブレードアークス、ブレードアークス、もう新作ラッシュで、ゲームセンター人がいっぱいです。てかあのブレードアークスすごいっすね。もうワンピーガーギルティーゼ、ツピーガーはエアガイツ仮面みたいな、ね、そういう戦いがよく見られますので、楽しいゲームだと思います。はい、じゃあポリサム大会ストリ、もういいの、あ、もういいね。はい、じゃあストリートファイターカニバル、3日目、まずはポリサム大会始めたいと思います。はい、じゃあ中澤、鳴沢優衣ちゃんと THR、じゃんけんして制御決めるんだ。 THR さんは久しぶりですね。さあ、よかった、生存確認ができてよかった THR。 それよりも何よりもブリキ大会まで THR はもう店に入れるんでしょうか。大丈夫、タイムリミットが限られている男 THR、 今日はちょっとその辺が心配で。泊まりですか、そうですか、平日になんとブリキ大会のために甲府からお泊まりということで、まるでディズニーランドに行くかのような、気合いの入れ方ですね。はい、エアガイツ仮面はシードです。エアガイツ仮面、今日優勝候補エアガイツ仮面は、ブロックのシードです。じゃあ準備ができたら試合始めるんだ。 1P 側 THR、 2P 側、あ、コインが入ってる、入ってるか、入ってるな、フリープレイですね。 1P 側、THR、 ミスター流行の剣、 2P 側、なんと新鋭現れた、同級生2大好き、鳴沢優衣ということで、じゃあ初代ジョジョ大会でね優勝を飾ってる、現在ポイントランキング、3位だったかな、うん、さあ大物食いになるか、ワッピーガーは THR、 実2位じゃないか、実2位か、そうですね、ガロボーはポイント含まないですからね、ガロボーなぜか2位のところにいますけど、じゃあ、まあ、ここでまさかの頂上決戦ということで、さあ THR 久しぶりに甲府から現れた。さあブリキ大会の前にまずはここで新人をバッサリ切っておきたいところ、1本目勝負、まあ、ポリゴンサムライスピリット、まあ、久しぶりに大会やるんですけど、しまった、ニコ生始めてないじゃないかまあいいや、まあいいよ、うん、まあいいや、まあ、ポリサムはまあ久しぶりに大会やるんですけど、あれですね、最新ハード、うん、ハイパーネオジオ64のゲームとなっております。あーっと、ここはジャックパッチ、一歩選手は THR、まあ、最新ハードということで凄まじい64ビット級のスーパーウルトラハイパー 2D ハードになっています。なんで 3D のゲーム作っちゃったんですかねよくわからないんですが、まあそんな感じでポリゴンサムライスピリット、ポリゴンになって帰ってきたと。あれすごいですよね、スペック見ると、よー、半端じゃないよね、本当に普通にこれで 2D 作れよっていう、これで 2D 作ってればゲームセンターのゲームは、あ、ゲームセンター全てハイパーネオジオランドになったのに、なぜ 3D を作ってしまったんでしょうか、わからない。そしてダジキック、 あっという間に THR 勝利、お見事。じゃあ普通日暮らし、じゃんけんして成功決めるんだ。さあ優勝候補日暮らし、ついに現れた。なんかいはあ、ブラウザー画面が見切れてしまった。そうですね、はい、ふつくんと日暮らしくんね、はい、じゃあ優勝候補、なんとこのポリサムを帝に発掘して持ってきてくれた日暮らし、ワンピー、そしてツーピー側はマインドシーカー勢のフツということで、じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。エスパーキヨタ、エスパーキヨタが今日はそのエスパー能力をポリゴンサムライスピリットに生かすことができるのか。あ、やっぱエスパーですね。さあどちらもエスパーを使っていく、エスパーがエスパー、そして日暮らし今日はガチですね、日暮らしガチですね、ハイパーネオジオ64を一番、あ、じゃねえや、愛する男、
ミスターハイパーデオジョー64、日暮らしワンピ側、そして2ピ側、フツ、どちらもエスパーマミを選択していく忍者装束をね、被ってますけど、この2人はエピサーの、エスパーなんでね、エスパーです。テレポーテーション、テレポーテーションですよ。あー、未確認ということで、ジャックパンチ、さあ真空波動、この真空波動は食らうわけにはいかない。さあ飛び込んで、あ、ただこれエスパー同士なんで食らっても大丈夫ですね。あ、そっか、そうか、爆発で逃げられるんですね、はい、さあ、エーパー、あー、危ない、ハイキック、返していく、はい、ソバト、ワンツー返して、ゲダンパンチ、はい、ごめんなさい、ニコ生勢の皆さん、ニコ生勢の皆さん、こんばんは、はい、今日はストリートファイターカーニバル3、はい、第3戦、ウーシュが壊れたので、ポリサム大会でございます、はい、さあ、おっと、ここはジャンプで逃げていく、フツ、お、フツもなかなかいい立ち回りをしているように見えますが、さあ、日暮らし、いつ本気を出すのか、さあ、ここは、おっテイクドザンク、ここで連鎖決めてブシュッと首を関節を決めていく、サブミッションゲーム、天然ゲー氷サム、そして逃げていくタイムゼロ。さあ日暮らし、まず一歩選手、静かな立ち上がりでしょうか。さあ、これアスラいないやつ、いないやつ、はい、いないやつ、アスラいるやつ、アスラいるやつは水中戦のサムライスピリッツになってますね、押せんだよって、うん、さあワンツーと、このゲームを一番やり込んでると闇を知る日暮らしが何やら怪しい動きを見せている。さあ飛び道具、ジャンプでかわしていく、普通下段パッチ挟んでなし攻撃、ここはしっかり下段ガードよく見てる。このゲームはリングアウトがあるステージとないステージがございます。さあワンツー当てて、そのまま防御崩しから脇が止め、そんでまた連続決めていく。あ、割とグロ画像じゃないですかこれ。これ割と終わってるやつですか。割と終わってるやつですね、はい、そしてひたすら関節決めた後に痛い暴走落とし、あ、終わった死んだなんだよこれ、あれあれ死んだぞということで、日暮らしまずは1回戦突破おめでとう。じゃあパルキチ、ゆくとじゃんけんして次を決めるんだ。安心のグロー画像でございました。さあどんどんポリサムがおかしくなっていく。いやついに日暮らし自ら、そうですね、1本半減る連続技をじゃあ見つけたということなんですかね。じゃあワンピー側、パルキシー、ツーピー側ブリギ勢のユクトということで、さあおっとなんかまともなキャラ同士で戦いますよ。さあハオマルパルキシー、そして源十郎がユクト、ステージは勝手に好きなとこ選んでくれ。これついに日暮らし自ら惑星を滅ぼしに、惑星を滅ぼしに来ましたね。次元を破壊しに宇宙が崩壊する日暮らしアタック。さああっという間にパルクシがコンボ連山で一本体力ユクトを減らしていく。さあユクト投げ返すか、下段から入っていく、うまいバックステップで投げを破壊避。さあもう一度バックステップ、旋風レーザー波動拳を放っていく。しかし狭いねこのステージ。あーっと軸移動、おっといや違う、投げられた。さあゲージが減少していく。やっとここは飛んだところに弱切り。まずはパルクシー、イポ選手。さあそうですね、ハオマルはいわゆる無限弾、キャプテン翼と呼ばれる連続技がございますが、裏からあ全部入んねえでやんの。そんで下段連山から下段挟んで高岸切り替えて、そういい殴り合い、いい殴り合い、殴り合いを見せていく。サムスキー64、こういうのを作りたかったんでしょうね。そうなんだね、うん、さあ飛び道具で浮かして起き上がり、起き蹴りで回避、しかし連山投げてなんか微妙に安いけど、ゲージロ危ないぞ、ゲージロ危ないぞ、ユクトがピンチ。さあ連山勝利、勝ったのはパルキシ、お見事。じゃあジョニキタケヤン、おっと優勝候補の一人ブロックが分かれましたね、ジョニキタケヤンじゃんけんして席を決めるんだ。いやいや、ソウルエッジに負けてる勝ってるの話じゃないですね、ええ、2D ハードでどこまで 3D を表現できるかということに挑戦した、ゲームになってますので、その比較対象が 3D ポリゴンの基盤とは一切違いますからね、そうですよ。いやもう負けてる勝ってるの問題じゃないですよ。すごいですよね、だってサターンより性能いい 2D ハード作ってこんなの出しちゃうんだからさ頭おかしいだろってなんで 2D 出さねえんだよって、はい、社長出来上がりました最強のハードですそうかよしじゃあ時代は 3D でみたいな、っていうもう営業の苦しみがよくわかりますけどね。じゃあワンピー側ジョリキ、ツーピー側タケヤン、この後の出てくる KOF2003 とかもこのハードで作ってればもっとええわ。いやー本当ですよ、本当、
もうハイパーネオジオ64で 2D ゲームが出ていれば、アメリカ軍は日本に負けていたと、未明処方艦ネオジオを売りということで本当にそれぐらいのパワーのある 2D ハードですよ。さあ、ワンピー側ジョニキ、オート、エスパーマミー、そしてツーピー側ガンソー、エスパーマミー、さあ佐川急便、佐川急便帰る。さあ箱で、さあジョニキこれ途中で終わるぞ。連山は途中までさ爆弾で回避していく、ボムっていく。もうちょっと早めに爆弾やってもらうよ。もうちょっと早く爆弾を使っても大丈夫だよ。あ、まずいまずいまずい、真空波動を食らっちゃダメ。さああっという間に佐川急便運搬業務。真空波動食らったら爆弾だ。真空波動食らったら爆弾ね。アウト、ここはザク。ちなみに、手裏剣投げるモーションから着地、ま、着地硬直まで全部無敵です。そうですね。さあ、緑色の方がジョニキ、赤い方が、連覇がかかっているタケヤンということで、さあタケヤン今日も久しぶりにこのゲームやったと思うんですけど、キレキレの動きを見せることはできるんでしょう。普段稼働してないですからね。さあポリサムを常時稼働に皆さん持っていけるように頑張って。あー佐川急便運搬業務、あ、さあ死んだか。バカチロ、バカチロ同心伝ということで勝ったのはタケヤン、お見事。はい、じゃあ死にかけジョニキさん、死にかけガロボ、死にかけガロボ、さあじゃんけんして最後決めるんだ。で、でもこの絵斬新ですよ。デッドアライブ5ってこのゲームみたいになんかステージ間移動するよね、戦ってる最中に。だからデッドアライブ5見て、うわやべえポリサムの真似だってみんな下がこくと解説くんするといいですよ、うん、はい。だから何って言われる、でってでって言われるうるせえって。さあワンピー側死にかけ右京、ツーピー側ミスター MVS ガロボーカレー味の、青丸ということで。来ましたよカレー味。さあここは死にかけ右京の必殺のハイパーオリンピック、今日も出ていくんでしょうか。しゃがんで A こすってれば相当強いこの右京。さあ差し込んでいく、さあハイパーオリンピック大切りでガロボがそれを拒否していく。さあ連山を決めていく、4連山投げて、あキャプテン翼のチャンスなんですが、さあここは中ハイパーオリンピック対キャプテン翼、キャプテン翼ということで。さあ、あハイパーオリンピック、ハイパーオリンピック、こすって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 、もう完全にファミコンロッキーの世界に入っている右京ということで。さあ4連山逃げていく、お、すかして攻めるがジャンプ台、残念入らなかった、体力同じぐらい。さあハイパーオリンピック、あーダメ、中切り返して投げやすかっていく。さあ四隅四隅狙うはハイパーオリンピック、隙をつくやらもうハイパーオリンピックですからね。あー返した、ハイパーが破れるか、5連山。さあここでつばぜり合い、つばぜり合い、え、日暮しの方が勝つ、あ、あ、五分か、五分でしたね。さあアウト、若干減ってる、あーハイパーハイパーハイパー、あーガロボーぶっぽでまず一歩選手。さあこれまだ翼を使わずとも、そうですね、あとやっぱあ出ましたね、死にかけうまいですね。ハイパーオリンピックからつなげていきますね。ハイパーハイパー、あーっと返していく、ゲーム券って書いてありますけど、まさにそんな感じ、ゲーム券50連打ファミコンロッキー、あー昇竜使っちゃった、浮かされて何もなかった、浮かしただけだった。ふわー、はいガラボー浮きますけどですね、危ない。さあバックステップで受けて、まずは右京返していく、死にかけ11。さあハイパーオリンピックが1本取り返す。そうですね、ガロボー翼使えるんですかね、どうでしょうかね。カレー味のキャプテン翼がまさに J リーグカレーというような流れになるんでしょうか、気になるところ。さあジャンプ台、さあガロボー負けろ、アキラが応援しているぞ、アキラが応援しているぞ。さあ弾いて投げ、ここが決まらず返して、おー、いい殴りを見せていく。さあ笹目ゆき、レア技を見せまして、見せていく、レア技、あー返した、連山画面端に追い込んで6連山、起き上がり攻める、あーハイパーオリンピック、困った時はしゃがみ切り連打、こすってこすって、さあピンボールを仕込んでいく、ピンボール、あーこすっていく、こすってからも笹目ゆき、うまい、あとであのリンゴはスタッフで美味しくいただきます。あー連山入る、ロケ重ね、危ない、あーハイパーオリンピックが最後に勝った。死にかけ右京、ゼロ回戦突破おめでとう。じゃあカナディアンマンなる、死にかけ死にかけ、あいあい。さあ今日はウーシュの基盤が壊れてしまったということで、急遽ピンチヒッターとしてポリゴンサムライスピリット、略してポリサムが、さあ、大会タイトルになっております。あ、適当とグラで、あ、適当はごめん、適当とグラです、ね、ごめんね、適当とグラ、じゃあ、はい、じゃんけんして制御決めるんだ。
その次カナディとなると、ね、ウーシュ壊れちゃいました、ウーシュは壊れました、あいつ弱いんですよ、あいつちょっと弱いんですよちょっとね、あのね、あんまり言いたくないんですけど、はい、コピー対策を電池でやるのはやめなさい、あれコピー要素だよ通っちゃうんだよバカっていうね。じゃあワンピー側は敵トークン、ツピー側は、モエジャス勢のグラということで、もちろんグラ選手が敵トークンに負けるようなことがあればモエロジャスティス学園は撤去となっていきます。おすごい、なんかグラのなんか幻獣のスーパーサイヤ人みたい、かっこいいですね。俺は怒ったぞと、金色の戦士が今グラここに侍の世界に現れるということで、おっとここで昇竜拳アネハ建築で外に出されてしまう両者、アネハ建築、おっと昇竜、でもなんかあれだね、適当くんのハオマルのなんかかっこいいですね、エフェクトが赤とかで、マイなんだっけ、あのナイキのバスジューみたいな色がある、ね、あーここが開いた、あここだ、減らねー減らねー減らねらんねー、まあいいや、あー勝利ですか、まずいません、投げられて、おここ優しい優しい優しかった、危なかった、大切りガードして、敵層が丁寧に立ち回っていくが、さあグラまずいぞ、モエロジャスティス学園、あー昇竜拳ということで敵層まず一本選手そうですね、ダメージ、メーカーの皆さん、あれですね、コピー対策を、電池に依存するのはやめましょう、やめてください、直せないは飛んじゃうわ、大変なことになるんで、直すの超大変ということで、そういうね、ゴミテクノロジーはもうダメダメです。さあ裏に回って切っていく、でもそこまで対策したかったんですかね、やっぱ、まあ、そりゃまあね、コピーされたら終わりだからね、基本的には。さあ昇竜拳、将来的にさ、だそれをコピーを切る何かこうコマンドを用意してほしいですかね。あ、ですね、まあね、そこまで考えてくれと、もしかしたら10年後にウーシュが再評価されるかもしれないじゃないですか、今再評価されようとされようとしたところに、あ俺もうダメですっつって電池切れちゃうからダメなんですよ、なちょっとしたうつ病患者みたいな、うつ病患者みたいな、あーっとここでゲージを使っていった、あーグラ死んだ、勝ったのは敵と、お見事。さあこれでモエジャス撤去フラグがまた一つ立ってしまった、でカナディアマン、なる、じゃあジャンケンして明日大会なのにな、明日大会なのに撤去か明日勝たなかったら大変なボコボコのボコボコに叩かれるんじゃないかグラということで、勝ったらでも逆にね、ミカド事件簿入りですよ、間違いなく。というわけでワンピー側、カナディアマン今日はソリッドファイター T シャツも完売御礼、ソリッドファイター T シャツを着込んだカナディアマン、ヤギュー何でしたっけ、ハンマー、そして久しぶりにクソゲー王がキャバクラのマネージャーに戻りましたよ、メスキャラ四季でございます、来ました、土下座で回避しろよとか言って男がそんな簡単に土下座するもんじゃございません。さあグラ君には頑張ってほしいところですね。さあカナディアマン、さあ明日のグラさんの活躍にご期待ください、評価ご期待くださいということで、さあここはカナディアンマンが、地味にカナディアンマンも実力上げてきてますからね、そういった意味では相当期待できる戦いになるんじゃないでしょうか。おっと、四季が昇竜拳で割っていく、さあここでまあこいつもデンプシーロールっていう必殺技を持ってますからね、そうですね、ワープして、あ、ハッチャお金が入ってないかもしれない、見てあげて、さあここで置き飛び道具を放っていく、これ結構威力が高いので、有効的に使っていきたいところ。まあハンマーは投げ技コンボからの投げ、そしてあこれですね、ボン投げて、さらに追い打ちで、あ投げが入るんですが、ここはしくっていく、そういった投げコンボが恐ろしい。さあここは差し合い残り12秒ということで、おっと空対空、四季があと一発対空、なんだそれ、減るな、危ない、下段から、おおすげえかっこいいですね、なんか空破弾的な攻撃を当てていく。さあ残り0秒、ここはタイムアップ、まず一歩選手カナディアマン時間切れ、さあキャバクラマネージャー、さあ2本目キャバクラマネージャー、久しぶりにクソゲー王からマネージャーに戻りましたね、俺は式にこだわっていくと。さあ水商売お姉ちゃんがついに侍スピリットの世界に、あーまずい、これ投げられて起き上がりも、あっと追加入力しくってしまった。さあ連山久しぶりだったからなかなかこうコマンド精度が低くなってしまったんでしょうか。うまいうまい、殴っていく、結構ハンマーの攻撃は一発が重いですね。さあ昇竜使った、何も入れる技がなくて、ここは軸移動から切りダウン奪っていく、
ワープして、おっと、式の動きをセルフディレクションで読んで、投げて、あー、最後に決まる。素晴らしい。ヤギウ流パワーボムってやつですね。さあ、ここでゲージを使っていくなる。逆転勝利を目指したいところ。一戦という呼ばれる逆転技がありますからね。さあ、裏に回る。残念。ここは回避される。殴られて、投げられて、死んだか？死んだ。勝利。勝ったのはカナディアンマン。お見事。さあ、バトルクロード全一ここで破れる。バトルクロード全一ここで破れるということで。じゃあ、お待たせしました。エアガイツカメン。エアガイツカメン THR。じゃんけんして席を決めるんだ。さあ、戦の名勝負を、流行の剣通大会で、そしてブリキ大会で繰り広げてきたこの2人。THR 選手、そしてエアガイツカメン選手がついにここで激突。今日は THR 選手は止まりがけで帝に、ゲームをプレイしに来てくれます。ミスター流行の剣 VS ミスターエアガイツ。じゃあ準備ができたら試合開始。1ピー側 THR、 2ピー側エアガイツ仮面。ここは同キャラ、いや修羅とラセスで泉は分かれてますが、幻獣労働士。お、紫の髪の毛がエアガイツ仮面、ピンクの髪の毛は THR となっています。さあ、お、ここはリングアウトがあるせいですね。エアガイツ仮面は相当このラセツの幻獣炉を使いこなしている印象が前々からあるんですが、さあ今日は優勝が欲しいですね。現在ランキング1位のエアガイツ仮面、そうですね、現在ストリートファイターカーニバル3ランキング1位はエアガイツ仮面となっております。この勝利ポイントをどこまで伸ばせるか注目。一戦だと落とせない。何せ初代ジョジョ大会でキャラコマンド失敗というやっちまった感がありましたからね。あっ、 THR が攻めていく。 THR が攻めていく。下段でここは一矢報いていく。バックジャンプして様子を見ていく。大切りすかして投げていく。大切りを見ると。さあ、エアガイツ仮面勝利へまず一歩接種。2本目勝負。中切りで近く軸移動で受けていく。さすが 3D 格闘ゲームが得意とされるあの男がエアガイツ仮面の正体だとすればなかなかいい動きをしているんじゃないでしょうか。危ない。キックバックステップ下段チクチクと差し合いを制していく。 THR、 あー連鎖が入る。まずい。浮かされて佐川急便があるぞ。危ない。気をつけてほしいところ。バウンドしたところに佐川急便が入っていくという謎の侍シリーズ。おっと、なんか怪しい技を見せましたね。下段から避けて、あー崩し合い、うりゃ出りゃ失せろしねえということで投げていく。あんま減らないぞ。駒投げ、もう一発。あ、さあ、エアガイツ仮面 THR を破って上に行ったぞ。1回戦突破おめでとう。はい、じゃあ日暮らしと行くと、はい、あーパルクチ、あ、じゃあパルクチ日暮らし、じゃんけんして全国決めるんだ。さあ、こちらで勝った選手日暮らし選手か、それともパルクチか、勝った方がエアガイツ仮面と激突するんだ。ワンピー側日暮らし、ミスターハイパーネオジオ64、ツーピー側ストリートファイターパルクチということで、波動拳と昇竜拳があれば大体戦えるパルキシちゃんがもちろん選ぶのはハオマルということで。そうですね、初日散々でしたからね、エアガイツ仮面ときめぼもすぐ死んでましたよね。ときめぼも隣の見ながらやって死んでましたからね。そうですね。おっと、パルキシもガロボーリスペクトか、ゴーゴーカレーカラーを、選んでいきましたね。さあ、連山決め、気持ちよく決めているところにボムって回避していく。エスパーマミ下段からソバッとやり返していくな、パルキシ。さあ、パルキシナルリードしていくぞ。あーやばい、死んだんじゃないですかこれ。即死圏内。さあ、即死圏内に入ったぞ。佐川急便、佐川急便。そしてここ雨半検出に、あーダメだ、下段でまた浮いた下段でまた浮いたぞ。さあ、連山叩き込んでいく。やれるか、やれるか。やーべ、ソバと対していくのはエスパーマミ。あーまずいって、それ。いや、食らってない、大丈夫。食らってないカードしてますね。真空波動を食らうわけにはいかないんです。さあ、テレポーテーションがありますからね、注意したいところ。そのレンザン差し込んでいく。おっと、パルキシ我慢。あーゲスだ。一歩選手パルキシ。さあ、皆さん座布団の用意ですか。座布団の用意ですね。さあ、日暮選手、ここまでここまでポリサムをたった一人たった一人で仕上げてきた男。20年間の人生ほぼポリサムだったあの日暮選手。さあ、ここでゴーゴーカレーカラーのハオマルに負けられないということで。さあ、浮かされた。あー、色のが甘い。あー、珍しい。佐賀キュビ失敗。そして日暮がカカンとるがボムって回避していく。危ない危ない。ただでさえ強いのにボムがありますからね。あー、佐賀キュビお疲れ様でした。突進で11位。
さあ配達完了、完全に配達が完了してしまいましたね。さあここはああいったコマンドもないが、まずミスらないのが東のここで浮いちゃうんだろうな、浮いちゃう、これ死んだんじゃないですか。あれあれあ、アルクシーお疲れ様でした。あー危ねー、ゲージ使った、回避していく、危なかった、爆発、ここでボム連続アタックきません。あー一戦入れた、いらねー、いらない、いらねー、あーお疲れ様、お疲れ様でした、死ぬなパルキシー、長かった戦いよ、さらばということで、あ、死んでないですね、はい、回避しました、途中で、はい、よかったよかった、でも死んだありがとうございました、日暮らし勝利、次の相手は野外つかめんだ。じゃあ竹やんと、死にかけ、じゃあ竹やん死にかけ、ヤマピガワ前回大会優勝者竹やん、スーピガワ死にかけ右京、さあ竹谷選手ライバルであるエアガイスカメンと日暮選手が違うブロックに逃げたところ、分かれたところで、ここは負けたくないところですが、今日の死にかけ行なかなか強いですからね、ギリギリの勝負をガロボー戦で、制してきてますんで、そうですね、さあ自分の得意なステージを選んで今ガッツポーズの死にかけ選手でしたかね。あっといきなり波動拳が入る、ザクッと刺さった手裏剣、でも床壊れると大変なことになりますから、ね、まあ、床壊れますからね、注意したいところですよね。危ない危ない危ない、あ、ガロ、危ない危ない危ない、あ、助かった、助かりましたね、あの後ガード風の方が入るんですけどここは竹谷許していく、おっとツバメ返し、珍しい、もう一発、さすがにここがタチガード、さっきハイパーハイパーハイパーオリンピック、さあ怒りマックス、あれ、あーバカ危ねえから、エスパーエスパー失敗、エスパー失敗しましたね、よかったよかった、真空波動拳は食らってはいけないんです、いいですか、真空波動拳から消費が入ります、入りますからね、危ない危ない危ない、おっとスライディングから連山、このサメスキー初めて見た、ジャスガクっぽい、ジャスガクに失礼だろ嘘です、グラさんに謝れ、グラさんに謝れ何言ってんだお前って嘘です、冗談です、さあ残り3秒、あーっとここで死にかけ、まさかまさかの優勝候補破りあるのか、一本選手立場の今日ハイパーオリンピッカーさあ中断か、あだからそれをやるのは良くないんじゃないですか、死にますよガードされると、あー竹やんの、あ気持ちいいやつ、コマンドサーボが入っていく、さあ背中、もう一回首じゃこ、じゃこ死んだまあそら死ぬわな、死にますよね、そら死ぬわな、そうですね、私立サムスピ学園と、次回からこれ読ませていただきますあのなんか略称で揉めてたじゃないですか誰かが、だからいい、もういいですよ、私立サムスピ学園にします、いいですね、あーそんなこと言ってる間に佐川急便が、大丈夫生きてるよ、サム学、あーっとバカ何やってた、じゃあ明日グラが私立ジャスティス学園で負けたら、負けたらもうサム学に変えます、ええ、さあレザーから、あー投げ抜ける、あダメ、あハイパー、ハイパーでフォロー、フォローアップ、ハイパーでフォロー、ハイパーでフォロー、さあ体力リード、タケヤン、いやいや、こっちてこっちてこってるこってるこってこってこ、ハイパーショットに、でもあ、あい相手は怒りマックスだ、あまずい、シンクハートだけ食らうなよ、飛び込みキックから結局やることはこうするだけ、危ない、あーぶねー、ガドシャン、ガドシャン、危ない危ない危ない、さあここでバグってタイムの動きを止めていく、さあどうする、あーハイパー、なんか死にかけくん今日はあれですね、粘りますね、やっぱケンサムの恨みがここで出た感じでしょうか、あー粘る粘る、危ない、あーなんで当たってない、つまめ返し破れたりっていうか自分で勝手に破れたんですけど、どうだここでタイム止めた、あーバカどうするの、死ぬよ、そういうことすると、死ぬ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 、おっとここは不意打ち入ったが軸移動からけたパチン、竹やんギリギリ危なかった、勝者竹やん準々決、あ準決勝進出、おめと、適当とカナディ、じゃあ適当とカナディアンマン、じゃあワンピガーは適当くん、ツーピガーはカナディアンマンということで、
さあ、適当君先ほど、1回戦でですね、まあ、グラ選手を破って上がってきているハオマルだと、ジャスティス学園を封印させた男ですからね。封印させた男ですね、そしてまあでも適当君も割とジャス学生だったような気がしますけどね。で、次がカナディアマンのハンマーということで、さあここでまずはハンマー、打撃からの投げ、そしてここのダウン追い打ちで投げが入るとアイドン、まあ、これが柳生流剣術の一つ、柳生パワーボムと呼ばれる流剣術なんです。一応剣術なんですけどね。で、まあ、どう見てもプロレスだな。起き上がりまた投げられるっていう素晴らしい剣術、素晴らしい攻撃になってます、ね。はい。おっと、効果されていく。アネハ剣術。残念。床抜けますよ。大切り。クータイクで落としていくのは適当。体力リード、ハンマー。さあ、じりじりとしたこの差し合い。防御崩し、投げていく。ここは様子見。さあ。飛び込むか、大切り、ワンツー返して、お投げスカッとこに昇竜、あっとダウンしない、まずい、あーぶんね、ぶんない、ぶんない、大きい切り、ここは回避していく、ワンツーから、さあ、掴むか、ゲーダン投げ、スカリゲーダンから、まあ、あーぶんね、ここは逃げていく、転がって逃げる、しかしこれリングアウトありますからね、注意したいところですね、投げた、いけ、さあ裏に回って、ジクイドでハンマーが拡大していくが、勝利、勝利、そうだ、取った、ここはギリギリで適当が取っていく、インポ選手、適当選手、チャーリー2ラウンド目、さあ崩しから大次の勝負は、あぶねえ、あ落ちる落ちる落ちる、ああぶねえから。さあ、あっという間に取ったラウンドが取り返されるところですね。さあ、これで勝ったら竹谷とですよ。そうですね、さあ昇竜拳、かなり適当君の動きが上がってきている、ワンツーから、ワンツー投げ通って、追い打ち気をつけて、さあ入っちゃった、ヤギウパワーボム、もう一発、あぶれあぶれ、転がって避けていく、これは様子見、あっと伸び道具読んだが昇竜拳生当てして、起き上がり、起き蹴りは一発投げて、ここは様子見、もう一丁崩しか、あーしくったー、各班もらって一日取り返していく、さあって、あ枠を取り直した方がいい、ね、これ終わったら取り直します、枠、おっといきなり、はい、テンポ富士山いきなり当たった、1本目のゲージが8割ぐらい減っていく、まさかまさかそこで出してくるとは、まずぶっ放しを前段食らってしまったカナディ、さあ1本ぐらい体力が差がついているぞ、あっわず投げ、あっ大切り落ちたか、あー敵とかった、お見事、はい、じゃあこれで枠取り直します、いい試合でしたね、なんか面白そうなゲームに見えてきました、じゃあ次準決勝ですね、ベスト4、じゃあベスト4、じゃあ究極の最強対最強ということで、エアガイツ仮面日暮、じゃあじゃんけんして席を決めといてください、さあこの2人も数々の名勝負をこのゲームで残してくれている両選手ではございますが、まさかのファイティングウッシュぶっ壊れによりまさかこの名勝負がまた再び見れることになるとは思いませんでした、じゃあ準備ができたら始めるんだ、ワンピー側間に合ったかな、間に合ったね、間に合いましたね、ワンピー側日暮らし、ツーピー側エアガイス仮面、名勝負再びということで、下段まずはエアガイスタメンがファーストアタック、すぐにワンツースリーフォーファイブ、六五連山、さあ佐川急便、アウト、アネハでも拾われる、ローキック危なかった、命拾い、エアガイスタメン、さあ飛び道具、速い飛び道具、手裏剣ジャンプでかわしていく、さあポリサム最強はどっちなんだ、どっちが勝ってもおかしくないが、やり込んでいるのはこの日暮選手、佐川急便がまず入る、まずい、叩かされてローキック、おき蹴りジャンプでかわして大切りを決めていくのは日暮、あっとここは矢ヶ谷様がなんか怪しい連携で、あーザンク足元に刺さる、さあ、まあ、微妙な前管理、矢ヶ谷様何かを狙っているのか、じっくりと、あーここはステップ読まれて切られて、まず一本選手は日暮半蔵エスパーマミ、二本目ワンパンで止めていく、さあ固めて固めて、じっくりとも読んで固めていく固めていく、パフォームで回避、今のはもしかしてグロ画像ですかね、なんかそれっぽいっすね、ねえ、歩きながら、ね、歩きながらジャックパンチ、
まるでガロースペシャルのような。おまえ軸移動、切っていく、そばとかわせ、下段浮かしていく、そのまま掴んで、ウリアデリア、ウセロ、コマ投げを決めていく。さあ体力大幅リード。でもこれじゃ死にますからね。できませんからね。ここからすぐ死にますんで。さあじりじり後ろに下がって、まあおそらく矢ヶ谷様に時間を浪費させてるつもりなんでしょうけど、どこ行ったかわからない。あまりにもガクガクしたガタついたポリゴンのため、なんだかわかんない死に性が悪い。危ない。ああやべえ、浮いちゃったよ。まださあ日暮らしのターンが回ってきた。しかし時間がない、時間がない。さあどうなる。ここから死ねるのがこのゲームということで、ゲーダー、死んだ。勝ったのは日暮らし半蔵、お見事。完全にもう佐川急便というか、もうやっぱこのゲームもバスケみたいになってきましたね。ありがとうございました。じゃあ竹谷選手、適当選手、いやーエアガイツカメ、もしかしたら勝てそうだった試合があっという間にひっくり返されてしまった。いやさすがに残るだろうとか思ったら、思いましたけどね、あのヘリはねえだろうと。何が飛び出るかわからない日暮らしのプレー、あらーまだまだ何かネタを隠し持ってる可能性がありますよね。ジョンビ側敵とツピ側竹谷ということで、さあ先ほど竹谷調子が悪かったのか、やっぱ思い出すのに時間かかったのか、随分死にかけ右京に苦戦しました。いや死にかけ右京が強くなったのかもしれませんけどね。さあ竹谷が今度は怒涛に攻めていく。何せケンサムの恨みがあります。死んだねこれ。大丈夫だ。角度的にちょうどこう縄があるところに押されているので落ちないということで、しかしそのまま叩き込む足払い。まず一歩接種竹谷、本日の10割、そうですね、本日の10割コンボでございます。さあ2ラウンド目、さあここ投げていく、投げが非常に、適当選手うまいですよね。さあ下段昇竜拳。さあお手玉について詳しく知りたい方はウィキをご覧ください。そうですね、ウィキを、はい、日暮らし君が作ったウィキを見ていただければ、レーザーが入る、浮かされて、そのまま下がって、これはこの角度は危ない、どうしてんか。大丈夫だ、大丈夫って言っても減ってるけどね。テレポーテー、ダメダメ、返しましたね、よかったよかった。でもザックが刺さるということで、はい、勝ったのはタケヤン、お見事、決勝進出おめでとう。さあ、決勝戦、まあ結局このカードに落ち着くよねっていうところで、このね、ライバル対決がじゃあ決勝戦で実現ということで、じゃあ行きますよ。ストリートファイターカーニバル3、3日目、第1戦目、何でしたっけ、侍私立侍学園、私立侍学園、まあ、ポリサブ大会決勝戦始めたいと思います。 1P 側は日暮らしエスパーマミ、 2P 側は、竹谷のエスパーマミ、どっちが真のエスパーなのか。ただこれ大会で見るの初めてじゃないですか、あの日暮らしの、あそうか、日暮らし君は結構あのサムスピのね、日曜日の大会に出れないので、結構レア、木曜日に見れるのはレアかも。あと大会でこのガチキャラを使うことがまずないっていう、初の半蔵半蔵の決勝戦かもしれませんね。さあまずは竹谷が押していく。さあ波動拳一発放って軸移動で避けていく、下段切り。さあここはオートハイキック、ジャンプを回避、体重を回していく。まず竹谷がリード、アウトだ、ゴムで受ける、まあ、そうですよね、そしてこの2人は、そうですね、お手玉は続きません。このキャラ使ってる以上、あの佐川急便が通用しないというような流れ。うまいですね、今ボム使った後に手裏剣投げて当てるっていう。何をお前らそれをここまでそういう読み合いやってんだ、やってるっていうことですよね、素晴らしいですね。さあ弱弱中段ガード、ワープで消えて投げていったのは竹谷、素晴らしい。最後まで諦めない、危ない、残空避けて、微妙な立ち回り、ゲーだ、残空の着地をちょっとうまく処理したかったところなんですけど、惜しかった、でも一本選手は、まずは日暮らし、優勝リーチ、まずい、いきなり真空波動を放していく、危ない、ガードして、ワン、ツー、このあと、さあ、ガード硬直のところを投げていく、そしてそのまま連弾、ボムって回避していく。そして手裏剣一発投げていく、危ない、死ぬわけにはいかないんだぞ、竹谷、そばとガードして、下段パンチ、ワン、ツー、そのまま連山、さあ、カス当たり、避けて、ボムった、しかし体力リードは、日暮らし、取り返そうだぞ、さあ、キャメルクラッチ、
ラーメンにしてしまえばどうということはないということで、キャメルクラッチが入っていく。バックステップからまず、あー体力だからえらい減ったんだけど、どうだ竹谷さあ返せんのか、あぶれあぶれあぶれ、残下からまあ飛びつきの腕主義逆十字。さあもう完全に侍ではなくさコマンド3本コマンド3本寝技対決ということで3本目、やっぱこのピーキーな2人だとあれですね、あのちょっと両弦見えてくる、完全にプロレスやってる感じが伝わってきますね、プロレスじゃねえって伝わってきますね。あーっとここは危ない危ない、おさあ膝蹴りシャイニングウィザードからの脇固め、チキンウィングフェイスロックでしょうか、そのまま投げて、うわ踏みを踏みつか、体力なくなっちゃったけどワープで消えて、ザンク、好き、あった、よかった、連山、軸移動、避けていくな、ヒロシ、手裏剣、当たっちゃった、シングアド、さあ、ここでゲージ使って、どこで一線を切れていくか、あー、ソバット先に入った、優勝は、日暮らし、優勝おめでとう、まあ、完全にプロレス忍者スピリッツということで、今日の決勝戦は、でも、これ半蔵同士は結構対戦面白いかも、面白いですね。ねじゃあはい、じゃあ日暮君、じゃあカメラいいですか。じゃあ久々に木曜日の男日暮が帝に帰ってきたということで、じゃあはい、木曜日の男優勝おめでとう日暮です、ありがとうございます。今日いろいろずっとやり込んだんでしょ。ポリサムここ1ヶ月ほどちょっと研究してポリサムの闇がまたちょっと深まったのを確認して今日は臨みました。なるほど、具体的にちょっとネタバラシ、まあ、できる範囲内で なんか何が見っかったんですか。あの半蔵側の羅刹なんですけど、連山をガードさせてからあの、まあ、コマンド投げを確定させてヒットさせられるんですけど、そこから即死ができるようになりました。おーなるほど、ただでさえ、うん、1回戦から1回だけ、うん、あの見せたんですけど、はいはい、ありましたね、こんな減るのみたいな感じで、途中で投げを織り交ぜてそのまま、冷蔵技から決めていくと、まあ、ガードは甘えという状況を作れる、ガードは甘え、甘えです、もうガードすらこのゲームに必要ないんじゃないかというような日暮が、じゃあさらにこのクソゲームをクソゲーに昇華させてくれこんなことやってるからプレイヤーが増えない、増えねえんだよみたいな感じでねまあまあでもネタをバラしていくっていうのは大事なことですからね、みんなも使えばいいわけですからね、まあこういう、ね、情報はなるべくウィキで公開して、公開していくということで、日暮君のウィキが、ネット上にございますなので、ポリサムウィキと、ググっていただければ見れるかと思いますのでポリサムやりたい方はですね、ぜひそれをチェックしてほしいかなと。ただどこで稼働してんだっていう話なんですけどね。また来月あたりあの対戦会できたらなと思ってそうですね、はい、じゃあまた、初心に戻って、ね、一からポリサム勢を育てるという、目標のもと、はい、日暮さんが対戦会やってくれるということなんで、はい、よかったらぜひこのゲーム面白いんで参加してほしいかなと思いますガクガクするのは 2D のハードで、ポリゴンを作ってるからです、はい、別に、ゲームは悪いわけじゃございませんということで、じゃあ優勝した日暮に大きな拍手をおめでとう、ありがとうございました。今後の活躍にもご期待しております、ありがとうございます。はい、じゃあポリサム大会、ウーシュ大会期待してた人本当ごめんね、壊れちゃったんですよ、治ったらまたウーシュ大会必ずやるんでね、ちょっと、待っててください、よろしくお願いします。というわけでございまして、ポリサム大会以上終了、ありがとうございました。じゃあ準備ができたらブリキワン大会始めたいと思いますんで、今しばらくお待ちください。